メメ村でスプラトゥー、やっていくぞー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、久しぶりですねー。こうやって縄張りバトルをやるのは、スプラ3に向けて、メメ村でも最近始めた人が多いから、この前みんなで遊んだんだよな。ちなみにみんなの声は録音していなかったから、セリフはほぼ捏造だよ。いきなりとんでもねー宣言しやがった。さてまずは塗り、とにかく塗り、牽制のゴムを一つ投げた後は、スペシャル貯めるためにひたすら塗り、マルチミサイル気持ちいい。お、メメさんも撃ったのか、早いな。こっちも溜まったよ。アーマー履いて陰気回復して、またひたすら塗りまくる。いやー、やっぱスプラは楽しいねー。塗ってるだけでもかなり爽快だからな。お、誰か来たみたいね。みぞれもんなのだ、ここは任せるのだ。おお、みぞれさんがパブロで一気に前に出た。スーパーチャクシなのだ。ナイスナイス。お、キルパクか？そんなことより、自陣めっちゃ荒らされてるわ。早くなんとかしなければ。かなり奥まで入り込まれちゃってるみたいだな。でも後を追いかけてしっかりと塗り返していけば、そこまでダメージはないはずよ。にしても誰だ、あの必戦使いは。戦いを挑んできたわね。うおうおう危ねえ、イエモンさんか。いつもマリカでボコされてる狩りを返せたわ。ボコされるほど近くにいねえだろ。ひどい。まあでもレイムスプラに関しては、この中では経験ある方だもんな。でもジェイロ操作とかマジで久しぶりだから、腕前ゼットくらいと思っといてください。それだと逆にちょっと凄そうに聞こえるじゃねえか。ほら、エイムだってこんなにブレブレです。スクちゃん使っても多分キルできないんで、安定感のあるクロザップにしました。てかそこのチャージャー厄介だな。ボムでワンチャン倒せないかな？と、イエモンさんがアーマー履いたな。うわぁ、雨が決まってるラテチャンネル子は、メメさんナイスカバー。気持ちいい。マルチミサイルめっちゃ好きじゃん。さてもう一度チャージャーをボムで、全員2人目。クソーレイマリさん、さっきはよくも。おっと、そんなところでのんきに狙撃してていいのかい？私はもうすぐそこまで来ているよ。で一発足りなかった。大丈夫任せて。ナイスメテオさん。さあ奥にも2人くらいいるから、このまま押しちゃいましょう。メテオさんと背中合わせ。なんかごちゃごちゃしてよくわかんなかったけど、この時間に3枚落とせたのはかなり大きい。あとはチャージャーのレイマリさんを、もう一度ボムで、しっかりと牽制していけば、こっちの勝利は固い。じゃあ。なんかラテさん巻き込まれててくさ。さてインクアーマーも履いたし、相手2枚落ちてるし、このままオラついていくわよ。オラ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 ー。おいロボットボム。調子乗りすぎたー。なんで突っ込んだ？てかロボットボムってウパさんに似てるな。確かに、意識してるのか？そうやって劣勢のチームを追い込んで、楽しいかよー。めちゃめちゃ楽しいねー。まあちょっとかわいそうだけど、こうなっちゃ逆転は難しいだろうな。割と相手の順路を抑え込むのは簡単だからね。と、チャージャーの存在忘れてたわ。最後にもう一回、ボム投げて倒せないかな。そもそも届くんかここから。この上に乗れば多分いけるはず。よし届いた。レイマリさん危険を察知して逃げたな。まあこれは勝ちかな。ということで短いけど、今日の動画はここまでです。プライベートの方で休養が入ってしまって、申し訳ない。でも今回は楽しかったな。これからもメメ村でいろんなゲームやっていけたらいいなと思っているので、よければチャンネル登録お願いします。それじゃあまた他の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。